です。シバワン号のきなこです。しばらくきなこパパのお仕事が忙しくてどこにも出かけることができませんでした。今日は久しぶりのキャンプに出かけました。今回は苫小牧のキャンプ場で1泊、2泊目は余市のキャンプ場です。どちらも通年で営業しているキャンプ場です。きなこパパもきなこママもウキウキです。キャンプ場に行く前に寄るところがありました。白老町にあるスーパー熊谷です。どこにでもある普通のスーパーです。お惣菜コーナーに隣接して食堂があって、ここでいろいろな種類の海鮮丼を食べることができるんです。きなこパパもきなこママもサーモン丼を注文しました。地元産の新鮮なサーモンです。脂が乗っていてとても美味しいです。スーパーの一角にこんな店があるなんてちょっと感動です。しかもあまり混んでいなくて落ち着いて食事をすることができました。値段もそれほど高くはありませんでした。きなこパパもきなこママも大満足です。オートリゾート苫小牧アルテンキャンプ場に着きました。この先は有料区域でゲートがあり完全に管理されています。インターホンで名前を告げゲートを開けてもらいます。こんな高級なキャンプ場は初めてです。センターハウスで受付をします。冬期間中は半額の料金でした。白樺サイト G5 まで移動します。敷地はとても広くて迷路のようで迷ってしまいそうでした。きなこパパはビールを飲みながらまったりしています。駅での車中泊ではこんなことができませんよね。
しなきゃ。あの途中こっちに出てこないから。2台さ、隣り合わせて止まれるI'm not going to do that.